午前10時半から開かれた会議には、危機管理や防災に関わる県の担当者ら28人が集まり、現時点での情報を共有するとともに、県内に影響があった際の動きなどを確認しました。市町村の防災行政無線、あるいは SNS 等を通じてですね、ミサイルの発射情報が伝達されますので、近くの堅牢な建物、そうしたところに入り込んで、ミサイルの破片ですとか、爆風等から、自分の体を守るような行動を取っていただければと思っております。名古屋の町からは不安の声が聞かれました。子供がテレビ見てて、突然ニュースに変わっちゃったので、ちょっとウェーってなっちゃいました。怖いなと思いました。逃げることもできないし、名古屋の上発車してきたら大変だな。